出会いと別れの4月でございますよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、同じポンポン行こうよ、ポンポン。同じく、マスコットの湯浅楓です。出会いも出会いも別れも別にない。はい、オープン団長の松崎デリです。出会い別れ、そんなことよりも原くんの勝利が私は早く見たい。はい、そしてはい、ファミ通攻略のメタルグラントでーす。イエーイ。僕はね、もう2人ほど始末したんで。わーわーわー、マジですか。いやー、ちょっと楽しい、楽しいですね。そんな話をしたいところでございますが、ございますが、この番組は、スマホゲーム実況パワフルプロ野球でより強い選手を育成するために、はい、私たちプレイヤーが成長していくサクセスプログラムでございます。はい、はい、パワプロ部のツイッター公式アカウントのフォローもよろしくお願いします。はい、というわけでね、最近パワプロでは、まあ、びっくりマンのコラボを、はい、やってましたね。ありましたね。やってますよね。やってますよ。やってますよ。どうですか。って、やった、面白かったです。そうですね、皆さんいかがでしたでしょうか。参加してくれたかな。今回難しかったですね、結構。前は単純にね、経験点稼げばよかったんですけど、そうですね、今回はね、特殊能力ごとにボーナスとかがあって、なかなかね、デッキがね、組めなかったですね、僕はなかなか。投手でしたもんね、今回は。収束ね、決まってたので。はい、今後もいろいろなものとコラボしてほしいところですが、なんかどんなものとコラボしてほしいとかありますか、皆さん。やっぱ、ノーゼンメイデンみたいな感じ。そこ出るんですか。そうなの。何かの間違いがないじゃないですか。どうして。すごい。ガベン。なるほどね。あとガベンね。ガベン。本当だ本当だ。メジャー追加して。ああ、なるほど。ドラベースね、ドラベース。ドラベース。ドラベース欲しい。満月大損切り。部長に刺さったね。びっくりした。私てっきりドラえもんかと思って。私も思った。ドラえもんが野球するみたいな。あるんですよ。へえ。いや、いいわいいわ。そうなんだ。ね、あとアイアンリーガーとか。ああ、みんないろいろありますね。いろいろ広がりますね。はい。まあ、そんなわけでですね、はい、まあ、先日パワプロ部がまたまたコナミさんに、直談判に行ってまいりました。行ったらしいですね。その時のお話もね、この後していきたいと思います。そうですね、楽しいですね。なんか時のあるセリフがね、言ったらしいですね。言ってきましたけどね。ゆうさんも言ったんじゃないですか。言ったらしいですね。今回は高田バーブのコーナーもあるそうですよ。はい、そしてゲストは藤田咲さんでございます。お楽しみにしててください。それでは始めていきましょう。月学園パワープロ部第6試合、プレイボール。チアセッチャンをデッキに入れてっていうことだったんですけれども、それではシャープパワープロ部にアップされた選手を紹介していきましょう。はい、はい、まずはじゃがりこさんのパッチ。じゃがりこさん、これはですね、割と
所が伸びたというか、それぞれ失敗したか確かに難しいところですね。足が速くなったけれども、うん、はい、盗塁走塁走球の三角がバツになってしまった、うん、なるほど、個性が強くなった、うん、あ、そうなかなかね、余計尖りましたね。で、内野安打を、はいはい、尖りましたね。いいですね、はい、ありがとうございます。スーパーハッチ、ね、スーパーハッチ、なんか雑なネーミングの方でいいスーパーハッチ、スーパーハッチ、はい、ね、次、はい、いきますかね。と、カーアットパープルアカさん、うん、ありがとうございます。こちらは、もうまさにハッチの完全再現でございますね、うん、ありがとうございます。なんとですね、はい、母さんとじゃがりこさんは、うん、あのパープル部に、うん、この選手を投稿するためにツイッターのアカウントを作ってくださったようで、なんとありがとうございます。ありがとうございます。なんと素晴らしい意識の高さ、今我々も見習っていきたい、そうだね、見習っていきたい、うん、バビガシを用意している場合ではない、本当だ、宿題危ないです、本当に危なかったな私もね、危なくバビ土産になるところでしたね、今日は。はい、じゃあ次行きましょう。ゆうとさん、はい、ありがとうございます。はい、こちらがですね、北摂高校で、うん、ハッチの完全再現をしてくれました。うん、そしてですね、はいはい、出来見ていただくと、うん、彼女キャラが非常に多く入ってると思うんですけど、ね、これプラス北摂のときめきコマンドで、うん、まあ、実質八股をかけて作りました。悪いやつだね、悪だね、悪出会いと別れの季節だね、本当だね、いやメタさんみたいだね、何始末してるんだ8人8人始末したって、発射だから始まったってこと？なるほど、すごいね、すごいな、刺されろ、刺されろこれ鋭いコメントが来てますけど、鋭い、刺されるのがやばいか、刺されるよ、もうやばいかも、やばいですよ、扇風機つくよ、もうすごそうだな、これいや、なんかこんな高校ちょっと行きたくないですよね、確かになんかでもちゃんとね、ハッチだけに北摂高校で作ってくれました、ありがとうございます。次行きましょうか、はい、はい、三上さんから頂戴しました、はい、ビール好きさん、親近感ありますね、はい、発射爆弾、なんとちょっと発射爆弾、なんと聞き覚えのあるもしかしてが入ってますが、うちの爆弾のハッチを完全再現しつつも、はいはい、再現しつつもなんかこうやってたら、あれこれちょっと似てね、爆弾ちゃんと似てるなみたいなところで、ね、高田ファームの、はいはいはい、もう爆弾ちゃんをイメージして、はいはいはい、発射爆弾という発射爆弾って名前キャラを作ってくれました、ありがとうございます。さっきコメントにもありましたけど、花火かなって、花火かパンっつってなんか、うん、こう積極的に行くから怪我もしやすいしだけど、うん、チームプレイ丸っていう、うん、意外とその周りを見てる優しい子なんだよっていうのをイメージして作ってみました。ビジネス爆弾みたいな、ビジネス爆弾ひでえこと言うな、なるほどね、ひでえこと言うな、たまさんだって終わるとすぐいつもじゃあお先にしてすごい優しい、寝かけ優しい、寝かけ優しい、はい、まあそのね、黄金クラスとかすごい、あ、なるほどなって思いますけどね、確かに確かに、で逆境丸で、うん、で、そんな、まあ、高田ファームもリベンジ頑張ってくださいっていうリベンジ中ですからね、来ます、すごいね、彼女なんか愛がたくさん詰まってね、なんか聞こえてきます ね聞こえるね、ありがとう、声が声聞こえるかな、はい、はい、よし、Kさんかな、Kからいただきました、ありがとうございます、うん、こちら、八尺楓ということでですね、あらに続いて今度は楓ちゃんかな、やったー、走力はね、ちょっと足りなかったものの、うん、そして赤いね、三振エラー、キグヤ、三振エラー、キグヤ、付け方どうしようっていうことで、ちょっと取れそうなものを取ってくれたみたいなんですけど、なるほど、ステータスがね、なんか対立者になっている、はい、かと思いきや、はい、投稿の際に、はいはい、なんとシャワコさんを作ってみましたって言って、八尺楓っていうキャラが送られてきたらしいんですよ。つまりシャワコさんと間違えてカエデシャンを作った、カエデシャン推しのヨシイケイさんかと思いきや、シャワコさん推しだったのよ、なんでやねん、違う、なんでやねん、そんな間違いある、あ、本当は発色、そんなことあんの、発色サワコちゃんを作りたかったのかな、うんうんうん、名前は推しの畑さんから取りました、違うやんけ、全然違うやんけ、畑さんやつないの、カエデちゃんやんけ、全然なくなっちゃってる、
まあね、まあね。湯浅かえでと畑さほこですから、そこまで書いてください、今日。好きすぎて曲がった。ちゃんと覚えて。おかしい。ありがとう。ここに来て踊ってるわけやな。僕も今そのコメント思いました。なんだこいつ、うまいこと言えると思ってるのか。やる、やりよるな。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい。はい、なんと動物院の北口孝さんです。デニーさんですね。あっち、ありがとうございます。もうこれゲット持ってくれてるんですね。ゲットだぜ。すごい、なんかいいですね。名前も、名前のところもね、ね、かね、超色になる。はい、こちらはですね、八尺ということで、うん、八尺というのは 2.424 メートルなんですよね、長さ。そうなんだ。で、あのそこから取って、弾道2から始まり2422という風に、ステータスをつけてくれたそうです。あのブレインマッスルに入学したという体の、感じですね、これは。らしいです。なるほど、はい、ブレインマッスル感はどこにあるんですか。ブレインマッスル感はどっかにあるんでしたっけ。あ、特にはない。特にはない。まあまあ設定は自由ですからね。ブレインマッスルで作ってくれてますか。2.4242。すごい、そうなんだ。確かにこれで北斗方向で作ったら何やねんて。確かに確かに。なるほど、すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ3回採用されたら臨部員か、あと1回ですね。すごい、すごい、すごい、はい、そして次でラストでございます。はい、最後はドン、チェスさんから頂戴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらがですね、橋役さん、ハテナタッチなんですけど、あの精神的支柱がついてますね。こちらのハッチは、完全再現しつつもからかわれながらも慕われているというハッチだそうです。お、なるほどなるほ ど, なるほど。そういう、ね、精神的支柱になっているところがありまして、チアセッチャーを入れて、ね、作ってくれました。ありがとうございます。そしてなんか慕われてるのにいい気になって、ちょっと弾道が1個上がってる。ああ、そういうこと。調子乗ってる感じな。調子弾道調子みたいな。こんな感じでございます。たくさんの、投稿ありがとうございました。はい、続きまして私たちが作ってきた選手を見てみましょう。はい、ドンドンドン、お、お、決まったね。はい、レイさん。はい、あのね、グッチ選手を作りました。あの、あれ、どれ、え、大丈夫ですか。あの、上の餅崎ふみ子感が全くない。そうですね。え、だって、あれグッチじゃなかった。だからグッチって聞いたから、ハッチだよ。切り込み隊長の金徳も取れたでしょ。なるほど、もうシームレスで説明入ってますね。ムードもいいぞみたいな。結構ね、いいのできたと思う。レイさん、つまり何、ハッチじゃなくてグッチを作ったっていうことですね。グッチだと思ってたんですけど、ちょっとなんか耳にヤクルト詰まったみたいなことなの。違うの、うんうんうん、決まった。そうね、グッチだとね、でしょ。外野手だし、グッチだね。まあ、あるね、はい、こういうことある。あるあるある、あるあるある、よくある。パワープロもある。レイシャーにもいた。パワープロというか、レイシャーある。レイシャーにもいた。よくある。そうですね。はい、じゃあ行きましょう。すまない、名前似てた。あ、私、なにこれ、すごい、うん、全部遊んでみたの。ずっとずっとクズやん。違う、高校球児のクズやん。そしたら、この右見たこのね、右京くんのいい顔見てくれたら分かると思うんですけど、うん、なんと甲子園で優勝しまして遊んでただけなのに。しかもさ、しかもさ、遊んでただけなのにさ、みんなの精神的支柱やねん。え、え、ちゃっかりで、ちゃっかりで、サクッとサクッとで、サクッとで、そうなんだ。で、優勝して精神的支柱になってで、みんなのさ、遊んでたらみんなのやる気が上がるんだね。そうなんですよ。この前から変わったんですよね。甲子園に入ってから遊べ選ぶと、なんかね、あのパワープロ君がチームメイトに、おい、こうぜみたいな。チームメイトが、え、ま、え、今の時期遊びに行くのみたいなこと言うんだけど、結局行こうぜ行こうぜって やる気が上がるっていう。めっちゃリアル人でしたよ。だって彼女も2人彼女にして、ほむほむもいて、もうね、最高の学生生活を送った。楽しいんだだけ。いや、それでね、なんか甲子園優勝しちゃってね。そう、全国制覇おめでとうっていい。武教めちゃめちゃ喜んでる。いい笑顔、超いい笑顔してるんですよ。そんな、あの、遊び人でございます。はい、はい、楽しかった。いい顔してんな。はい、次行きましょうか。はい、はい、どん。はい、私が作ってきたハッチでございます。ちょっと頭
い感じのイメージがあったんで、ハッチはなんか可愛いけど、はい、だからちょっと頭悪すぎて守備でどう動けばいいかわからないみたいな、守備のできないハッチにしてみました。なるほどね。でも脳筋なので、うん、バッティングはめっちゃできます。そうだ、A と A で走るのも、走るだけはできます。走るだけはできます。そうです、なのでハッチの名前から全部 A のやつは81にしてます。なるほどなるほど、ファーストなら使える。そうですね。そうだね、確かに。はい、能力も、はい、打てそうな能力を、はい、はい、ボン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 つけました、はい。安定の広角とパワヒですね。安定ですよ ね、ここら辺はね、流し打ちもできちゃうけどみたいな打っていこう感じで、じゃあ次、はい、メタルさんだね。はいはい、はい、まあ、僕はね、心がバキバキに折れたんで。旧尺さんですか、ね、旧尺さん、そこ、名前すらも被ってる。旧尺さんって、さっき、旧尺さんって安定の被り芸みたいな。いや、本当はね、そう、本当は違うの作ってたんですよね。本当はね、違かったんですよ、はい、発尺だったんで、84、89ほうほうっていう、ね、並びでボンボン作って、うん、オールエンしようと思ったんですよ。発射区で頑張ってたんですけど、うん、昨日、まあ、ツイッター見た方はね分かると思うんでしょうけど、はいはい、僕不意に検索しちゃったんですよ、はいはい、みんなどんなの出してるのかなって、はいはい、やってしまったか。そしたらオールエンで作りましたってなって、これはもうダメだろうなんか私ツイッターで報告ありましたよ、メタルさん被ってたよって。ね、もうあれを見た瞬間にこれ作り直しかと思って、で一晩中考えたんですけど、はいはい、ちょっとね、もう出尽くしてる。いや、もうこれはね、ネタ切れしますよ。最近、うん、皆さんのね、案が面白すぎて、面白すぎて、ね、なんで、もう今回は 10上げて、10上げて、で、まあ、頭悪いし、頭悪いし脳筋的な感じだったんで、うんうん、鉄人でいいんじゃないかなと。なるほど、なるほど、いいんじゃないかなと。そんな感じですね。で、まあちょっとずつ上がってから旧尺さん、まあ、1個上だし旧尺さんかなみたいな。はい、というわけで、誰の選手が一番印象に残ったかアンケートを取りたいと思います。支持を得られた人に iTunes カード5000円分が与えられますよ、と、ね、よーすね、まあ、今回はね、あの笑顔じゃないかな。だってさ、右京のね、顔ずるいよ。遊んでた、遊んでただけでさ、いいと思うの。いや、もう誰も話してない、だからね、誰も話してない。すげえ強引に入ってきたの。すごいよ、すごくない？遊んでるだけで最終的に5000円もらう。そうだよ、やばい。確かに。ナッツ、ナッツ、クヤス、もう。ナッツ、クゼ。運だけで生きてきました。チャラいな、チャラい。そう、坂口最高だよ。だから坂口のファンが入るっていうのもあるのか。グッチファンが来るのか。どうなるかな。はい、ここまで。アンケートの結果が出ました。結果はこちら。43ぐらいじゃないですか、ユアさん。あ、持ってた。おー、グッチ健闘してる。結構レイさん高いの。レイさん高い。意外といいグッチが作れたんだ。グッチか遊びかみたいな。こうやってね、真面目に宿題をやってきた人たちはね、そうバカを見るんです。いや、てかね、だいぶ頑張ってる方。本当にすごいと思う、本当に。去年の10月からすごいよく毎回出せてるなって思って。間違いないですね、詫びがしないですからね、今のところね。やった。はい、というわけで、この5000円分ね、課金してもらって、ガチャを回して、はい、ツイッターに後ほどアップしたいと思っております。それでは次回の宿題発表をメタルさんお願いします。そうでしたね、そうでした、そうでした。危ない危ない危ない。次ね、みんな誰だと思います？皆さん、ちょっと書いてみ。書いてみ。予想してみ。予想してみ。予想してみ。書いてみ。なんだと思う？蛇島もね、いいよね。蛇島はね、いい。蛇多いね。蛇多いね。マキシマム、いいね。次はね、つくもくんですよ。つくもくん。つくもくん。つくもくん。そう、99。99。いや、つくもくんはね、結構みんな。愛されてるんじゃないですか。私さりげなく今プラス3ですからね。いいなかなかレベル上がってきてます。くもくん、そう、高速レーザーね、結構くれるし、共通イベントもね、回復が多いっていうので、ね、使いやすい。使いやすい。そら、まあ、それもね、また後でご説明するんでね。はい、というわけでみんなで作ってみましょう。皆さんもつくも空をモチーフにした選手を作ったら、シャープパワープロボアンダーバー宿題のハッシュタグをつけて、コメントをお書き添えの上、ツイッターにアップしてください。以上、宿題結果発表でした。
勝負よとか言って勝負よ勝負よ自分がおるみたいな感じで前に申し込まれてると思ってたら、はい、まあいろんなねこれからもねチームから挑戦状届いたら面白そうでございますが、うん、ね視聴者の皆さんはねどんなことを、うん、どんなことしたいですか、どんなチームと対戦してみたいですか、爆弾と戦いますか、爆弾チームか、高田ファームが勝負よって、まあ、月額やもらえますから、ね、確かに確かに、ね、あ、ファミツーウィキチームからの挑戦状とかも強そう、いやー、いいんじゃないですか、だから球速は球速80キロで伸び×ストレートビュー逆に、ストレートビューサークルチェンジサークルチェンジやだな、まあそんな感じでしょうね、やだな、めっちゃイライラしてみんなスマホ叩き割るやつ、意地悪すぎるなるほどね、まあ、そんなわけで、まあ、そんなパワープロファクトリーでございますが、現在進行中の企画がこちら、ダン、パワープロ部オリジナル選手作りプロジェクト、はい、こちらは番組内でオリジナル選手キャラを視聴者の皆さんと一緒に作っていきます。はい、前回までの放送で出てきた選手の要素は、うん、守備位置外野手、性別女性、容姿はかっこいい、利き腕は右投げ左打ち、打撃は一本足となりました。前回に選手のプロフィールについてだいぶ私たち妄想をしてたりしてました、ね、まとまった感じに盛り上がってね、もうあとは広がるだけ広げて尺を取って終わったっていう、そうなんよね、そんな時間もありましたが、どんなんで、その時は、その時は、まあ、学年は後輩とか、はい、選手の方が、ね、あ、そうですね、出るタイプ、はい、出ましたけれども、まあ、あくまで一例としてやってましたね、はい、で今回はですね、はい、視聴者の皆さんからいただいたあの皆さんの意見をもとにスタッフさんが、うん、3パターンキャラクターの候補をまとめてくださったそうなので、おーおー、こちらをぜひ今回ちょっと見ていきたいなと思います。意見を組み合わせてくださったんですね、うん、そうですね、3パターンあるそうです。はい、出ますか、出みましょうか、うん、1番目、はい、うん、剣道少女系、あ、なるほど、基本に忠実、なるほどね、黒髪ロングポニーテール、あ、いいですね、いいですね、面倒見が良くて家庭的恥ずかしがりや、うんうん、武人のような固い言葉遣い、どの我、なんとかなりみたいなことですそれがし、みたいなメタル殿メタル殿やばい、何時は何時はそれがしやばい、それがしそれがし剣道っていうかもう武士じゃないですか、もう確かにおかしい、ね、剣道少女だけど野球部なんだね、ね、なんか実家が道場とかじゃないですか、あ、なるほど、それいい、いいかも、いいかも、なるほどね、はい、コメントでね、うぬもありますね、うぬは声低そうっすね、声低そう、やばい、はい、じゃあ次、はい、いますか、お願いします、ヤンキー系、あー、いいですね、ヤンキー系タイプ、はい、ワイルド、かっこ意外にグラマー、そうですね、そこ大事なんですね、なるほど、気性荒いが根は真面目、はい、ツンデレ、口癖がヤンキー風、ヤンキー風、ヤンキー風、オラみたいな感じかな、かな、確かにヤンキー風、なんかコナミさんの別のゲームでもなんか見たことあるようなキャラクターが、なんかちょっと一発のねセミロックぐらいのね、なんか記憶がですよ、ね、攻略した気がする、そうそうそう、いるいるいる、なるほどなるほど、いやこれはなかなかいいんじゃないですか、なんか、うん、いつもバット持って歩いてるから、そういう風に見えちゃうけど実は真面目に野球やってるみたいな、いつもバット持ってるのやばいですね、怖いよそれは、かなり金属のね、もうミオちゃんと会ったら喧嘩になりそうな、ま、マスク、どっちが最強なんだみたいな、ミオちゃんとコンボあればいいね、あいいいいいい、怖えな、なるほど、はい、ヤンキー系、はい、ジンクジとコンボ2人ジンクジ走られてるな、はい、はい、あ、クール系、クール系、はい、守備型、うんうん、強肩俊足、長身、スタイル抜群、さっきからスタイルいいのを押してくね、こっちの今日はいないね、いないいないですね、うん、スタイル抜群、クーデレ、口癖がダゾゾ、クーデレって何？でもやっぱコメントにもありますけど、あれですね、ヒカミさんとかみたいな、ヒカミっぽいですよ、ね、確かにっぽい、あとヒジリともそうですね、ちょっとクールだけどたまにデレッとしたら可愛いみたいなことですかね、ゾナモシってありますね、いいですね、ゾナモシ、そう、言い訳する人間ね、そうそう成長できねえぞ、なるほどな、クーデレか、
たぞ。そう。なんかあれですよね。今ももうそのひじりちゃんとあとサトリンがいるから、なんかそこともちょっと違う、ちょっと差別化してね。なんか例えばめっちゃ後輩なのにめっちゃ大人みたいな、なんかめっちゃ背高くて。はい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 、もう姉さんみたいな。そんなに、そんなにでかいの？結構でかくないの？こうやって見上げるみたいな。姉さん。あれですよね、木 の, あ の, この葉っぱからバサバサバサ顔が出てくるみたいな。めっちゃでかい。でもそこから謎とか言ってくるでしょ。ということは私が言ってたこの前のポエムはそこに。ああ。本当だ。本につながるってこと？クールポエムですか？言ってた言ってた。木に登るというかもう。イメージ違うけど。いつもポエム。木に届いちゃった。木と並んでるみたいな。あ、なるほどね。それが集まってきてポエムで会話して、なんかちょっと不思議系になってきましたね。クールっていうより。そうね。不思議だけど、みんなはどれが好きですか？聞きたい。ちょっとアンケート取ってみますか？そうだね。取ってみますか？そうですね。この3つで。パープルの巨人。もうまんま。進撃とか言わないし。まんままんま。多重人格系で全部いこうや。不思議系ありやな。最初のは剣道ですね。剣道、剣道やっぱり打つ時にメンにしよう。あ、メンっつってあ、やってほしい。めちゃいい。ただ剣道は上の方に行くともうメンとか言わないんですよ。言わないですか？本当にシャウトみたいな感じで、これ本当ですよ。あー、わーわーみたいな感じで、え、何見に来たのってなりますよ。最初は言います。最初習うときはみんなメンって言えよって言ってやるんですけど、だんだんあのランクが上がるにつれてすごい甲高い子になってくるんですよ。そうなの。基本に忠実な子だったから。あ、じゃあメンだ。メンだ。メンだ。ちょっとなんか忍者みたいになっちゃうからちょっと良くない。メタル好きかなって。あ、今見えてた。見えてた。今ね、あのヤンキー系とスマートクール系の、ね、あれが出てました。みんなは誰ストライクとかもね、あんまストライクって言ってんのかなって思います。出しましょう。私たちはね、誰推しとかある？私ヤンキー。あ、ヤンキー。ヤンキー。いいね、合いそう。え、合いそうっておかしくないの？合いそう、合いそう。ちょっと、レンちゃんとコンボつけますか、じゃあ。レンちゃん。ヤンキー感ありますよね。レンちゃんと、私。エンドさん、モテやんですか？いや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 、おかしいです。コメントもおかしいでしょ、別に。知らないさに笑っちゃった。私、剣道がいいな。剣道か。面いいし、なんか、こう。アンケ出ますかね、取りましょうか。群れた防具。お、面が来ましたね。お、面が来た。群れた防具。群れた防具いい。なんかちょっと変態っぽい。マニアックなイベントだな。変態っぽい。みんなどれがいいかな。メイちゃんは。そうね、難しいね。ポエムがつくならじゃあクールに入っても。なるほど。ポエム読むクール系ってやばくない？ポエム読むってやばい。相当クールですよ。クールすぎて。高田さんは？高田ちゃんは何がいい？高田はやっぱ剣道少女ですかね。おお、メンって言いたい。言いたい。言いたい。ちょっと一回、ちょっと一回メンもらってみて。いきますよ。どうじゃないですか。え、確かに。どうじゃないですか。鳴き声だった。鳴き声だった。爆弾の音です。メタルさんは？高田ファームに入る前にあんな映り方映っちゃってる。僕はやっぱクール系ですかね。ポエムがあるんで。ポエムがあるんで。あとギャルって書いてあったんで。ギャル、ギャル？え、ギャル、クール系ギャルなんですか？分かんない。僕には見えましたけど。ギャルなんだ。見えました。あれギャルじゃない？マジ？僕には見えました。そしたらヤンキー系もギャルでいいや。じゃあみんなギャルで行こうよ。いや、確かにどれもギャル合いそう。剣道はやめようよ。剣道はダメでしょ。ここまで。そんなごちゃごちゃしながらアンケートここまでですわ。怖い。普通の感想だよ。はい、じゃあアンケート出ます。ドン。おお、剣道だ。やっぱり剣道人気だ。剣が心を掴んだんですかね。あと、ゆあさんが言ってた群れた防具とかも。群れた防具。一定の層の人気だったんでしょうね。共感してもらえたのかと。なるほど。ありがとうございます。ポエムつけたらいいと思うな。ここに剣道少女ポエム、ポエムあげちゃう。ポエムつけてたらいいと思う。剣道に中夜。中夜、中夜でいけたらよかった。あるある、懐かしい。剣道に追加するなら何？いや、ポエムでしょ。ポエム。ポエム剣道。ポエム剣道。だからもう勝った時とかも別にもうまたつまらぬものを切ってしまったみたいな。あ、なるほどなるほど。ポエムか。いいですね。
いいかも。なるほどね。イベントとかありますか？なんかあったらいいとこありますかね、剣道、うん、だからそのやっぱ防具なんじゃないですか、それは。防具脱いだ時に何か香ってくる何か。やだ、変態かよ。なんで想像するの。変態すぎないですか。変態かよ。それはすごい。ちょっと対象年齢考えて。SG の時にさ、試験にすると道場かなんかに行くことないっけ。あ、あります。そこと、そこでなんか対決とか。あ、道場、多分実家が、確かに実家が道場持ちな感じがするから、そことのなんか、いいかも。なるほどな、いいな、いいな。どうだろうか。いいですね、道場イベント。道場イベント、素敵素敵。日本刀で巻き藁切ろう。なんで。なるほどね。市内が多いと大番狂わせ、狂わされちゃってるんじゃないですか。鳥島最高ですって言うの。ヘピとコンボ。突然のね。ヘピとメタルコンボですかね、じゃあ。性格とかによるイベントとか。性格基本に忠実、まあ、恥ずかしがり屋、家庭的。家庭的か。じゃあなんか料理、料理。でも料理はまんますぎるから、ちょっとみんなでもよく作ったことしない。家庭的。なちょっとほつれたコテを縫ってるみたいな。あ、手芸ができる。手芸。なるほど。じゃあなんかポエム読みながら刺繍。あ、やばいやつですね。刺繍とか。やばいやつ。やばい。やばいやつ。刺繍入れてる。なんかパワプロくんのユニフォームになんか縫ってくれるみたいな。でポエムが。それレンちゃんがやってそう。レンちゃんはあのパワプロくんのユニフォーム勝手に持っていって自分の家の人形に着せてるから。いやもう本当にやばい。そうだった。本当にやばい。ぬいぐるみを縫ってくる。いろいろ面白いのがなんか浮かべそうですね。でもやっぱ口癖が無人なんだよね。そうだった。一人称我でしょ。我私試合とか練習終わったら5人で撮ってほしい。あ、さっからの滑る。このパンツなんで、ね、なんで今匂いは言えよ。匂いは分かったよ。匂いは分かったよ。匂いは分かったよ。それがしね。それがし好きです。僕の弟をね、高校時代のなんか最初の自己紹介で女の子がそれがしなんたらって言い始めたらしくで、弟だけえってなったけど周りは無反応でどういうことだって驚いてたっていう話を聞いたことがあります。だから実際にそれがし女子はいるっていうこと。それがし女子いるんだ。じゃあそれがしの特殊能力は。特殊能力、それがしの特殊能力。いやもう難しいな。もういぶし銀ついててほしいね。とりあえずいぶし銀。あと初級とかもいいんじゃないですか。ああいいですね。初級合いそう。合いそう。もう集中力高そうだから。ポエムっぽいのとかないのかな。ポエム感ある特殊能力。あとか、あ、選挙が持っててほしい。でまあ芸術的なわけですか。あ、芸術的。芸術的、なんだろう。守備職人。あ、でも職人なんか流麗な動きなんで、こうなんかそう流れる。あ、職人ね。ささやき。キャッチャー。そうだけど。ポエムがね。外野からささやき。外野から。割とうるさい。外野から。外野からささやきやばい。我とかだと。南石っぽい。確かにあの須崎がね、あのちょっとぶっ壊れからなんで、あ、ぶっ壊れてこっちがってことですけど。須崎。須崎もね、いいキャラですよね、あれね。皆さん何かありますか？なんだろう。コンボ。須崎とのコンボ。コンボあってもいいですね、確かに。コンボあってもいい。固め打ち。あ、固め打ち。ありそう。ありそう、ありそう。ありそう。なるほど、なるほど。なるほどね。じゃあちょっと、そんな感じの設定になるんですかね、これはもう。ですかね。じゃあ今後こういう方向でまたいろいろ言ってまとまりきらないそうですけど、まあそうですね、まだまだね、はい、あるんでね、会話を出していきましょう、はい、今後も特殊能力を考えて、そうですね、いきましょうね、はい、はい、ということで以上パワプロファクトリーでした。
間じゃないよ。今ゲームの時間じゃないよ。全然見てない、何も見てない。何も見てない、困るよ。ちょっと今からね、めっちゃ集中しました。高田さんしか見てなかった。本当かな。画面にバッチリ評価は残ってるからね。というわけでこの時間はですね、私パワープロ部を乗っ取ってですね、高田ファームの復旧活動をしていきます。メタル村田さんもよろしくお願いいたします。そうですね、よろしくお願いします。はい、もうしょうがないんで僕もね頑張っていきます。ありがとう。というわけでですね、高田ファームは打倒パワープロ部を目指しまして、新メンバーのスカウティング育成をしております。それでは高田ファームの新メンバーこの方をご紹介しましょう。藤田さきさんです。どうして藤田さきです。やばいやばい、番組来ちゃった。そうですね、皆さんそうおっしゃいます。昔は。あ、そうなんだ。そうなんです。だけどちょっとあんまりにもちょっといろいろとね、評価がうーんって下がっちゃって、高田あーあー本体が本体が聞いて、もうなおさら高田ファームに入っていただきたいところですね。なんで決め顔する。全然決め顔取ってくんないけどね。全然抜かれませんでしたね。全然抜かれなかったけどね。そう、でもめげないのがいいところなんでしょ、高田さんの。そうなんですか、誰が聞いたんですか。言ってましたもんね、前も。そうですね、不屈の魂だから。不屈の魂よね。もうここで勝ち勝ってるようなもんですから。何勝ち勝ってる。好きなキャラクターとかはいますか？好きなキャラクター。私、友沢龍くんが
ドストライクです。イエーイ。やっぱイケメンだ。イケメン確かにな。金髪が好きなんです私。あ、おう、そうなんです。だから、ね、二次元限定ですけど。あロン毛は好きじゃないです。ロン毛は好きじゃない。ロン毛はそうか。ロン毛はダメか。めっちゃ顔話してる。そう。今日もね、軽く巻いてるんですけどね。なかなかね。いや、でもこんなに綺麗に巻ける人いないからすごいね。ありがたそうだけど、出会った時に私女性かと思って、うんうん、そうねえ、あ女性だシルエットだけ見るともうそ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 う、シルエット下げたら、まあ、女の人か幽霊かっていう、うん、二択なんでね、もう二択しか、怖いわ若干このスタジオもなんか幽霊いそうだけどいや多分僕がいる間は出ないはず、大丈夫だ、ありがとうございます、同種族も、ちなみに今ね、登録はね、男の子のキャラクターですけど、そうだよ、彼女キャラもやっぱね、パワプロ風のね、やっぱ美味しいというか、すごい注目したいところだと思うんですけど、彼女キャラってこうなんか私はせっちゃんが好きです、せっちゃんいいですね、せっちゃん家庭的というか、いい支えてくれる系女子、支えてくれる、いいですよね、だって人気投票では1位だったんです、せっちゃんが、やっぱりそうなんだ、そうなんだ、それでこの前チアバージョンが出たんです、そうなんですよ、チアバージョン可愛いですよね、なんかもうハッチとかさ、みんなあのちょろいからまあでもそれを言うとちょっと割と落としにくい方が好き、あ、そうなんだ、うん、やっぱそれはゲーマーの血なんだね、あの簡単にこれ見たらつまんないなと、そうそう、つまんないつまんない、すぐになんか早く帰れよみたいな、バレンタインハイみたいな、バレンタインハイじゃなくて、うん、なんか自分がこう足しげく通って一緒に愛を育んでいく、あ、育んでいく、カチカチカってやつですね、カチカってやつ、そうです、カチカってやつですね、はい、というわけでね、まあね、そんなね、みなさんの実力を知るためにですね、まあじゃあイベキャラの方を見ていきたいと思います、はい、こちらです、ダン、ドン、おー、お、出ました、おいですね、こんな感じ、おマモルがいますね、いいですね、マモルくん、マモ、あと久方、うん、そう、そっか、推しのね、友沢くんとかはまだゲットできてない感じですね、SR、そうだね、もう来てない、来てないかも、なかなかやっぱりそれはね、そこそこやってるよ、すごい本当にまだ始めたばっかりだしな、でも結構なんか好きなキャラクターで、はい、うん、ひじりちゃんとかも好きだし、ひじりちゃんいいですよ ね、 いいですね、あとグリーンドロイドが可愛い、あのスタジアムで動いてるときすごいですよね、そうそう、可愛いのか、どうやってなってんだっていうね、では続いてはオーダーの方を見てみたいと思います、そう、自分のキャラクターなんですね、恥ずかしいねこれ、キャラクターの名前もやべ、あ、グリーンドロイドが今流れてた、ありがとう、かわいい、よいよい、そうなんですよ、いいですね、やっぱ名前をねこう変えていくとこうなんか愛着湧きますしね、別にねこれの序列はないですよ、たまたまこれで選手ですもんね、そうそう選手ですから、良いですね、良いですね、ま、うん、まだこう始めたばっかりだけれどもすごい作り込まれてますよね、もう B ができてるってもう早いですから、でも A とか S とか全然できないっす、どうなんですかね、こう、さっきの、まあ、イベントみたいな、あ、夢キャラの感じからしてですか、いや、まあ、A は絶対できますね、できそう、はい、なんと、まあ、東條もいたんで、うんうんうん、まあ、割とね、あの、まあ、コツがあるんですよ、じゃあ後で聞きます、そうですね、後でじゃあちょっと、ゴリゴリで詳しいやつゴリゴリで、はい、やってみたいと思います、じゃあですね、早速なんですけど、はい、藤田さんに私の、うん、私の高田ファーム代表として私の、うん、はい、あの、チームと戦っていただこうかなと思います、まあ、そうだね、そうなんですよ、高田ファームにはね、こんな子がいるんだぞっていうのをね、ちょっと見ていただきたいと、あ、自慢してやろうと、まあ、そうなんですよ、初心者狩りして、俺つえみたいな、いやー、嫌な感じだー、嫌なファームだな、嫌だ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 、弱い者いじめ、よくないぞー、よくないと思います、よくないと思います、はい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 、試合して試合して試合よ、よし、じゃあ画面がね、出てくるかな、よいしょ、そう、スタジアムして、ありがとうございますね、いや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 、ちょっとね、試合ですけれども、はいはい、お、今通信してます、通信してます、もう結構試合の操作は慣れましたか、試合の操作は慣れていると思うんですけど、全然通信してるんだけど頑張れ、高田さんが繋いでくれるの大丈夫ですか、来た来たよ、バッチリ、あ、試合でいいですよね、いや、上ですね、あれめっちゃなんか重い今日、あらら、あ、ダメだよ、あ、違うよ、これじゃないよ、これじゃないよ、イエイ、友達、すごい、でもタブレットでっていうのは結構やりやすそうですよね、画面大きいし、あ、そう、大きいから、いい、入った、よし、よ
あ、ね、やった、うん、ではね、ちょっと勝負していただきましょう。はーい、イエスイエス。アイテム使ってもいいんじゃないですかね、これ。そうですね、うん、もう何でも使っちゃって。ほんと、何でもいいわよ。そうですね、次へです。次へで、調子ですね、このドリブル。調子のリングと、あとバックでいいんじゃないですかね。うんうん、じゃあこの2つを、はい、よし、使わせていただきます。はい、では試合開始ですね。試合開始、頑張ってください。ほい、まあ、もう強振でね、ホームランできれば。そうですね、強振がやっぱりね、一番いいですよ ね。いやでも、もう S ランクと達成してるから、おい。え、早速また爆弾が出てきましたね、爆弾。ありがとうございます。うちの子よ。さあ、ブロッコリー、強振が取れるかな。ブロッコリー、ブロッコリーブロッコリあ、めっちゃ、めっちゃ士気高めてる。士気を高めてる。オーラでした。お、あ、でも今ナイスピッチ使っちゃった。 ありますまだ。さあ4球目、よいしょ。あー、いい、打ち取ったり。おー、良いですね、良いですね。あー、でも3点。いや、まだいけます、まだいけます。一気に入ってる。あー、ゴムが開くの。うちのヒューガが、さすが。あ、これは変化球じゃないですか。強振で、強振でいった方がいいですか。いけます、いけます、狙いますよ。第2球狙いますよ。あ、お、入った。おー、イエーイ。スプリット、嫌なピッチャーですね。いや、大好きなんですよ、ね、スプリット。投げました。イエーイ。すごい、マジか。ホームランですよ。完璧ですね。すごい、綺麗なホームランが。でも、ま、どんどこどんどこ。赤木さん。お、パワー S。 赤木さん、パワー S、すごい。あ、これは、これはダメですね。マリマリ、あれ、ブロッコリー、またブロッコリー。あ、そう、あの、うん、そういうチームなんですよ、これ。イエーイ、すごい。え、全打席ホームランじゃないですか、ね、すごい、ね、今同点に行ったから。同点です、今ね、ほら、やっぱ来た。さよなら、あ、あ、これはさよならホームランのチャンスですね。あれあれ、いけるか。一発が出ればさよならだ。そうだよ、一発が出ればさよならだよ。あ、チェンジアップ、嫌なピッチャーですね。チェンジアップ大好きなんですよね。投げた、これは。さりげなくマジで入れてくる、さりげなくぶっ込んでくる。やったぜー。こ、あ、ブロッコリー、ブロッコリーじゃねえ、歯医者ブロッコリーになっちゃったけど。すごくないですか。え、どういうわけで勝ったので1万円分の愛知カードをプレゼントです。すごい、ありがとうございます。やったー、これが気持ちいいのか。すごい、ですね。いや、本当にこれはまっすぐなホームラン。これは藤田ファンがありますね。これは藤田ファンがあるかもしれない。で、そこからそんなね、まあ、藤田さんすごかった。でも、そんな藤田さんよりも、うん、もうすごいんだぞっていうところを見せるためにも、見せてくれる。はい、今からちょっと私も試合をしたいと思いますけれどもね。はい。まあですね、これ過去2回ですね、私がパワープロ部に練習試合を挑んでおりまして、はい、前々回は遠藤さんにチームで引き分け、はいはい、で、前回が松崎さんの、まあこれ書いてるから言いますよ、威圧感に屈することなく見事勝利。よし、見事勝利。どこでも威圧してるんだね、レイちゃん。すごいですよね。参考書をしたら、高田ファンのメインの番組をやらせていただくというわけでですね、まあ結構大事な試合なんですよ。そうですね、まあ番組やるか分かんないですけど、そうだね、頑張りたいと思いますよ。メイン頑張りたいと思いますよ。はい、というわけでは準備したいと思います。はいはいはい。いやでも本当にすごいですね、ホームラン。いや本当に、いや練習試合ではね、畳みかけられて全然でしたね、5対0みたいな感じだったけど、やっぱ本番に強い。本番に強い。いやすごい。あ、そう。入れてくる、挟んできますね、挟んできますね。ちょい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 挟みますよ。というわけでね、ではではでは準備をしたいと思います。はい、画面になりますね。画面は映りますでしょうか。でれん、お、あなた、はい、お、いい試合になりそう。わーって、最強の弱さが3人もいる。いくぞ、えなた、いくちゃうか。ガエルちゃん、いろんな弱さがいるんだね。よし、ここは私はね、アイテムを使いません。あ、さす
すが買わないで、さすがグッザ、外野が来る、外野がバルッザ、え今の絵はないしね、始めたいと思います。お、爆弾来た、早速来ましたね、来たよ、またこの絵見たことある、待って待って、なんでなんであなた威圧感持ってないですよ、見たことある、威圧感のあるチーム有名なんでね、パワープロブ、ガンガンね、怖い、目力、目力やばいよ、怖い、怖い、怖い、すごい、目が怖い、目がまあでも、全然そうだよね、メイさんに比べたら言うのもちょっとあれですね、もうね、もう本当にもうそうなんですよ、さあ、いい感じですね、おお、見たこり、なんで今度今肩揉まれてるの、見たわってくれてる、見たわってくれてる、いけるか、ふい、ああ、ちょっとあるね、落ち着いて。どうや？ちょっと。あ、イエス！パワーで持ってきましたね。よっしゃよっしゃ。顔が近い。顔が。耳に息吹きかけてこない。出た。そういう。そういう。そういう。来ちゃうよ、こんなこと言ったら、これレイさんが来ちゃうよ、これじゃあ絡みを消して、絡みを消して、耳から来ないよ、耳から来ないよ、もっと入って、えやろうか、やろうか、やろうか、やってくれるのか、もしかしたら新しいパターンなんやってくれる、すげえな、あるの、そんなパターン、そっか、あー、あー、あちょっと、ちょっと、今も見ないし、なんで、よし、うわー、でも勝った、やったー、勝利ー、やったねー、はい、というわけでですね、7対1で高田ファームの高田ファームの勝利ー、ありがとうございます、はい、というわけでですね、高田ファームという様、高田の勝利です、というわけで、まあまあこの試合はこれで終了となりますけれども、まあこんなね、私ですよ、頼りがいのあるチームにも勝てる、こんな私が入っている高田ファームに藤田さん、ぜひ入部してください、お返しします、あーこれはこれはまた言葉がよくしまうのか、またか、メタルズ型のパワープロ講座、イエーイ、はい、このコーナーでは、まあ、パワープロについて僕が解説していくっていうコーナーですね、はい、まあ、おなじみなんでもう解説なんかいらないでしょう、いらない、欲しいです、コーナーについてはね、あ、そういうことか、まあ、今回もね、高田ファームということでね、非常にちょっと疲れがありますが、ありますが、やっていこうと思いますね、嬉しいかな、え
ちょっとやめてもらいます。じゃあ藤田さんは何かありますかね、はい、パワプロの疑問とか。パワプロの疑問、あ、強い選手を作るにはっていうのはまだ全然分かってない。そうですね。アイテムを積む以外。大丈夫ですよ。今僕ちょっと息が漏れちゃいましたけど、あっってなっちゃいましたけど、大丈夫ですよ。まあ、あれはもうあんだけ勉強がいれば、あのどれ育てたらいいかっていうのを僕は後でちょっとお教えするんですね。教えてくれるんですか、はい、そこが一番。そこはもうご安心ください。本当ですか、はい、あとなんかいつも同じキャラクター使っちゃいがちだけど、それってどういうことですか。それはもうパワプロあるあるですね。だいたいそういう時期があるんです。あ、そういう時期か。こいつなんか使ってたけど、でも今もう今いいやつですね。人間の顔じゃないっていう言い方ですね。そうそう、人間の顔じゃないとね、あるよね。とりあえずね、まあ、講座始めていきますよ。お願いします。まず先日ね、あの行われてたガンダーイベント、あれの振り返りですね。ちょっとご覧ください。はい。そう、サクセスしてると、まあ、ガンダーがね、宝箱持ってきてくれるんですけど、まあ、その中にガチャ、特設の、ね、ガチャ券が入ってるやつですね。で、そこからイベキャラ、新しいイベキャラのタマサブロっていうね、あのちょっと可愛い、似てますよね、可愛い。いや、ちょっとそれタマサブロ可愛いんだよ。でも実はもっと似てるキャラクターがいるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっとまだ、ね、満載なんですよ。満載、似てるキャラ満載。今度メタル村田イベントってやつさ、メタル村田ピックアップガチャ。そうそう、特設ガチャからヘビシマが出てくるんです。あるかもしんないですね。あるかもな、それあるかもな。だからガチャが上からヘビ、スザク、なんたらみたいな感じだったんですね。クラスがね、まあ、それクラスがありまして、で上に行くほど豪華になるっていうのがあったんですよ。で経験点が高いとそのいいやつが出やすいっていうね。これはね、まあ、結構ね、誰でも参加しやすかったですし、で玉サブロもね、結構比較的入手しやすかったんで、もう今回のイベントでプラス5で SR45 まで上げたって方も結構いらっしゃるんで、まあ、これはガンガンね、まあそうですね、メタル村田ピックアップガンダイベントみたいな感じで、おお、蛇島 PSR50 をやばいな、私すでに払ってるんで。そうですね、ぜひね、遠藤さんにはもうヘビシマをね、PSR 5にしていただいて、はい、一回も使ってないんですけど、使ってないんです、買ってあげて。いやなかなかね、まあね、いろいろありますよね。そうなんて言われてる、配布なら配布なら、配布なら、そんな甘くないぞ、甘く見るなよ。はい、次ね、あの次回の宿題について。はい、お願いします。はい、宿題のテーマ、まあ、さっき言いましたけどね、つくもくんです。これ宇宙って書いて空って読むんでね、もう巡り合えそうな名前ですよね。これはそう、葉っぱ加えてんでね、まあ、別に秋打ちができるわけじゃないんでね。まあ、ガイアらしい、そうなんですね、いいイベントですよね、体力タイプ。そうだ、ほんとつくもくんは使いやすいですね。トミヤは1ってなるけどね。あれ、トミヤあっちってってなったら、まあ、今みたいな感じですよ。違う、体力下がるわ。下がったわ、今下がったわ。まあこれ次回宿題なんでね、もしかしたらこれオール99とか来るのかな。すごい、来ちゃうかな。やばい、じゃあもうね、オール99来たらもうそれ特別なんでね、まあ、僕がリクエストに答えて、はい、カラオケしてる動画を上げます。そんなリクエストがあるからですね。その人ですよ、提出してくれた人がこれ歌ってくださいって言ったら、僕が歌ったカラオケの動画をね、ツイッターに上げる。特別賞、特別賞ですね。すごいな、ちゃんとメタルにしてくれる。すごい。で、おすすめのイベキャラがね、こちらですね。はい、来ました。
三強三強でしょ三強今回は右京じゃないです左京です左京だよこの回を何回待ったことか右か左かというね劣等感抱きました知るね双子にあいつばっか呼ばれてましたよまた右京パワーブロム行ってんのかみたいな話左京留守番で俺いつもタイムシフトだよみたいなでも作業は調子安定くれるんでね、うんうんはい、これはもう役に立ちますよなるほどであとは流し打ちで佐久間くんですね、うんうんうんまあ、佐久間くん以外にもくれますけどね、うんうん、で、まあ、おすすめなのがブレインマッスルのひらめきですね、うん、打撃2人、走塁1人、肩1人で、うん、あのハイボールヒッターのことレベルにくれるんですよ、うんうん、なるほどなんでね、まあ、かなり取りやすいんじゃないかなと思いますねこれはなるほど、うん、はい、まあ、みんなね、作業を使って、うん、ぜひ作ってほしいですね。はい。作業がね。よし。まあ、遠藤さんはかどるでしょうね。いやもう。もう提出2週間前に出してる。だからもう。2週間早い。今日出したとかも2週間前。早いね。だからもうみんなねあのリーダー作業にしといたらもうガンガン疲れるから。ガンガンガチャポイントたまるからいいですよ。であとはまた先出し情報ね、今回いただいてきたんでね、うん、おまず一つ目、これみんな喜ぶぞ、なになに喜ぶぞ、これ、どうぞ、何画像ないあ、ないんですかないんですね、すいません、すいません、ついあると嬉しくてあのね、あの5人が帰ってきますよ誰あの5人あの5人がもっちもちのやつとかねまああのね、サッジ的な、サッジ的なサッジや、それサッジやあのもしかして5人あの5人あの下から数えると早い5人人気投票下から5人のあの5人ですかがもしかしたら意外な形で返す意外な形で返すかもしれないっていうことお借りなさいってことですかもうちょっとちょっと5人で合宿しててもらって外旋してきますよ、多分もう一回り大きくなって帰ってくるでしょうね帰ってくるのこれはいろいろやばい案件やばいかただ古永とかはね、意外と人気があるんでねあの結構ね、チャンスかもしれないついに帰ってくる目がちょっとやばいそうです、目がやばいちょっと目がやばいで、次がこちらですねはい、2016これはもう木曜発売ですね、うん、もうすぐやん待ち遠しい待ち遠しいけど、ただ怖いちょっとえ寝れんのかっていうこれもう発売されたら寝る時間あんのか、ね、寝る時間あんのか、ね、みんな予約しました予約しましたかお、してくれてる予約しましたありがとうございますそうプレ4とプレ3と、はい、あとビータで出るんでね、今すぐ今すぐそうプレイステーション4ですねあとプレイステーション3ちゃんと言ったそして B ですね PS みたいなもうそば役目いやみんなねこれはいいんじゃないですかこれもういいだってオンライン対戦もできるんでねだもしかしたらいやですよだからもう次のパワープローブの時みんな寝不足かもしれないやばそれかもう寝てるかもしれないハロジで来れたけどみたいな自宅配信やばいみんなワイプでスカイプ配信社会人としてやばいやばいバッサバサになってくるバッサバになっちゃうそうね、その16、2016にちなんだ何かがアプリであるらしいですなんですかね、まあ、そこはね、まあ、お楽しみにしていただければと思いますねであと最後の一つ、はい、また新情報これもね熱いですどうぞ出たはいなんとおお内閣筆だこれ聞いたか聞いたか聞いたこれこの前実装されたインコースの上位ですね、はい、なるほどいいもんだそうインコースもね結構安めなんでねこれはいい筋トレだと思いますね。これは。わあ楽しみ。まあ能力としてはあのハイボールヒッターとかと同じような感じで、それのインコース版ですね。なるほど。楽しみですね。楽しみですね。いやこれはいいですね。個人的に欲しいですね。個人的に。そろそろねチームランク上げたいなと思ってるんでね。なるほど。まあそんな感じですね。はい。皆さんもねあの復習してください。はい。何回でも何回もタイムシフトして。
何回も高田ファンを見てください。ね、元気やれんぞ。あ、これこれじゃないですか。これじゃないですか。早いな。いや、ありがたいですね。じゃあ以上、隠れたりしてたのにすごいね。ありがたいですね。じゃあ以上、メタル村田のパワプロ講座でした。何やこれ。パワプロファクトリーその2。イエーイ。さて、先ほどのパワプロファクトリーではオリジナル選手キャラについて設定を決めていきましたが、はい、先日、私と高田さんが、好みさんに直談判できまして、その結果オリジナル彼女キャラ第2弾の制作が決定いたしました。おめでとう。もう私たち行ってないですけどね。行ったらしいね。私もね、どなたがいらっしゃるってこと聞かずに行ったらね、行ったんだよね。ちょっと不満げですね。いいんですか、そんな感じで。私より先にね、ファンが行ったんだね。確かに。いや、なんかもう湯浅さんには勝ちました。そう言ってました。それ見たよ、その記事見たよ。直談判に行った時にオリジナル彼女キャラについてコナミさんからできるだけ、まあ、レンちゃんの時のように意見を採用すると言わせてきました。言わせてきました。そんなパワーが怖いな。怖いやるな。やってきました。なので番組内でこういったところを決めて提案していきたいと思います。というわけで出ますか、ドン。じゃん。あ、もう決めてきてる。そう、大体決めてきたんです。大体私のちょっとね、あの、なんだろう、私の高田さんがちょっと埋めてみましたってことですか。そうなんです。私がちょっと埋めてみました的な案です。Yes 僕っ子じゃん。僕そうなんです。僕なんとかでやるね。そう、まあでもこれあくまであの一案なんで、そうこんな感じがいいかなみたいな気持ちね。留学生をね作ってみたいなと思って、もう中華。なるほど。そう、なんでこれ中華かっていうと、パンダでしょ。そう。あー、なるほど。藤田さんいなかったら放送事故でしたよね。危なかった。いや、もうさすがね、ファームの一員ですね、これは。いやいやいや、友情活動起こってるよ、ここで。ありがとうございます。私も藤田ファーム作ったから、今日。はい、対抗勢力。まさかの。あれ、ファーム増えてくな。いや、まあ、こんな感じなんですけど、どうですかね。なんかさらにこういうのがあったらいいんじゃないかみたいなのをね決めていきたいわけなんですけれども、まあこれじゃなくてもいいんですよ。なんかいろんな案を皆さんに聞きたい。まあ、私だけガチガチに答えなくていい。ほら、シニオンって何ってコメントが。ガチガチシニオンって何。あ、シニオンあれ、そうですよ、こうこれ、あのお団子が2つついてるよっていう。ドアノブ。ドアノブじゃなくて、そう髪型パピオンって書いてありますね。髪型パピオン。パピオンって。髪型パピオン。とんでもない名前だ。彼女キャラとしてどうですか。そう、彼女キャラだからね、みんな。彼女キャラだよ。私さ、お母さんがさ、香港人だからさ、ちょっとおかしいな日本語ってよく聞いてたんだけど、多分あなたとかじゃなくてお前とか。不意にインファイトになるみたいな。それも変わってもないんだけど、でもなんかそれもなんか可愛いかなって。確かに。お前な
前お前、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 やっぱね、好きなものは中華まんということで、ちょっと回復イベントとかね、こうすぐ中華まん出しちゃうよみたいな。すぐ中華まん。どっから、どっから出てくるの？どっからだもん。すぐ出しちゃうよみたいな。あ、徹子的な。シニオンからは出ないよ。コナミさんだから、コナミ感。小学生並みの小学生っぽい。なるほど。パワフル君、今日強かった。ちょっとあれですね。天才というかね、天才とか静岡さんがね。お前と受けたんだ。ちゃんとキャラと合ってるのがいいですね。日本語があんま上手くないからそうなっちゃう。すごい可愛いかも。それはいいですね。可愛い。いいですね。ちなみにですね、レンちゃんの時も結構細かく決めていたんですよ。はいはい。なんかありますかね、出ますかね。お、レンちゃん。ああ。出ましたね。性格とかもね、結構ヤンデレいましたね。ヤンデレですね。すごいですね。常にパワフルです。レンちゃん、かわいい。いいですね。で、超あの特殊能力が超尻上がりですね。はい、でした。こんな感じでね、なんかいろいろ決めていきたいわけでございますね。いいですね。いや、レンちゃんがあのね、彼女キャラクターをこう二つ持ってちゃうと、どうしても扇風機がついてくるじゃないですか。そう、そう。そう、でもやっぱできればコンボとか一緒にできたらいいんだけどなと思うんですけどね。月学園コンボですね。コンボみたいなのもね。レンちゃんとコンボなかなかコンボやっぱ難しいですね。強みってことになりそう。でも一応徹底だから そこも小学生並みの感想で強みたいいなんでも切り抜けた分かり合えそうです、ね、なかなかこれが強 い, 強いこれはキャラとして強いです、ね、いいですね。確かに中華まになんか入ってるお互いになるほど。いや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 、成功していくと、うん、高田ちゃんも声をつけるってこと。あ、マジ？どう？なんかそんな、これどうなんですかね。あ、ちょっと待って、私ゆうゆうとすごく仲良くてさ、もう今こうやゆうゆうとね、ゆうゆう、ゆうゆう、まあ同じ事務所で、同じ事務所で、そうですね、そうですよね。あ、双子とか可愛いんじゃないかななんて思う。お、双子？まあね、さっき右と左のね話が出ましたからね。なるほど。例えば上と下とか、あの小と大とか、そうですね。
それにちなんで、はい、これまでメタルさんが作ってきた即興投手に私たちが挑戦します。今から5人が1試合ずつ超即興投手がいるメタルさんチームを相手に練習試合を挑みます。はい、1試合につき1分でホームランを打つことができたら1報酬ポイント獲得となります。はい、で現在今までの累計報酬ポイントが7ポイントございまして、10ポイントでプラチナゲドウが全ユーザーにプレゼントになります。なんと欲しい、やるかい、はい、はい、で今から5人が挑戦するんだけれども、はい、5ポイントで12ポイントにはなりません。なるほど、今までの累計にはならず10ポイントでマックスになって、はい、それ以降はまたゼロからのスタートになるので、はい、とりあえず今日は3ポイント取れば3人クリアすれば OK、 それはもうプラチナゲドウゲットになります。はい、でプラチナゲドウは後日配布になります。はい、楽勝よ。じゃあどうしよう、順番、じゃあ私が、おじゃあカナダファームから、はい、カナダファームからいってもらいましょうか。はい、よしよいしょ。では画面は出るかな、出るかな、どどんね、欲しいね、欲しいね、出た、よし、メタルさんと急行ですね。急行さん、お久しぶり。急行さん、マックスいくつくらい投げるんですか。急行さん、急行です。急行さんです。プールのやつ。今ちょっとね、チョークバット使って、はい、使いたいと思います。はい、行きます。いけるでしょ。大変でしたよ、これ。だからちゃんいけるでしょ。よっしゃ、頑張るぞ。これ一番最初は大事ですからね。そうですね。まあでもね、どんぐらい球速出るかね、まだちょっとね、僕は見れなかったんでね。おや？どれぐらい出んの？一本のぶつかったね。早い。157キロ。100分してくるよ。そんなもんか。オッケー。ダーセンス際。センスか。しかもこれはストレートですか。そうですね。来てますね。ポッ。オッケー。いいですね。やったー。やったーでーす。ありがとうございます。よし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 。これはホームランを打ったので、1ポイント獲得ということで。ですね。いいですか。はい。ちなみに、はい、急バッターで出てきやがった。俺はそういうの思ったから。まさかの。割と出ますよ。ピッチャーなんでね。キャッチャーもブロッコリーやったよ。結構やるやん。急行急行にヒット打たれたんですけど。意外とやっぱ顔で打ちますね。はい、顔で。良いですね、良いですね。ほーい。あ、こっちだ。あ、これは。いや、まあ1本打ってるね。1本打ってるからね。大丈夫、いけるいける。一試合全部やる。これ一試合全部やります？うん。やりますね。せっかくなら勝ってね、終わりたいですね。そうですね。そういったますね。ちょっとね。そういったますね。来るな。さっきの見た後、こう。わー！ありますね。いいスライダー投げるな。わー！ですね。あー！惜しかった、惜しかった。そうかー。ルイス踏んじゃった。おー！ガッツリ打たれた。ガッツリ打たれたよ。打ち打ち。スバルが。めっちゃ投手変わる。投球これから2球目。おお、な、あでもこれはな、負けちゃった。強い。まあ強いな。まあでも、そう勝負にはね、ポイントはね、ゲットです。ゲットですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さすが。やってて、投球ポイント4です。はい。はい。じゃあですね、このままちょっとこれこの端末でたくさんに、はい、よし、やっていただきたいと思います。これ今日余裕やな、うん、ですね。今もうね、1ポイント獲得ですから ねあと2ポイント。カエルさんの顔がね、また闇の顔になってました。闇の弱さになってましたから受けてアイテムも使って、はい、画面出ますか。あ、もう入っちゃったよ。入っちゃったよ。スマホやっぱ画面がちっちゃいね。そうか、そうですね。結構白石さんとかもね、これでやられてたんですよ。ああ、そうだ。ちょっと操作感が違いますからね。あ、足通りさんが。ああ、軽くヒット打たれた。あ、めっちゃ乗ってる。めっちゃ強いな。めっちゃ笑ってるけど、めっちゃ笑ってるけど。やばい、笑い取りセットでした。
っと。やばい、やっぱセンスありますね。これはセンスある。すごいな。笑いホームランだ。笑いホームラン。すごいな。よいしょ。いや、これ全然高田さんより上手いですね。いや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 、今思ってたことを言わないで。あ、これはボール。惜しい。今日もよいしょー。入った。いや、2です。今、2ですよね。報酬ポイントは2です、今。2人打ったね、2です。おーおーおー。あ、そうか、2人で。1人で。あと1人。あと1人で。いや、やっぱファーム長違いますね。やべえ、すごい。やっぱ持ってますね。やっぱりファーマーとしては、やっぱ打たないと。やっぱさすが。やっぱ違うな。ファーマーって。違う。ファーマーって。あんな笑いながら。あんな笑いながら綺麗に広角打ってましたね。バーン持ってきました。やばい。どうしよう。最初お前最後にまだ楓さんがいるから大丈夫かな。ちょっとこれでもほらもういいでしょ。これは伝わるからこの面白さ。でもでも笑いだけで十分伝わってる。そうですね。もう今もう勝手に後ろで盛り上がりすぎなんでね。盛り上がりすごい。今こちらコードと格闘してたんだけど。勝手に楽しんでましたね。一郎でね。チームラル、やっぱパワープロ面白いですね。面白いです。よっしゃ、レイちゃんがやる。じゃあ、いや、大丈夫。笑ってても大丈夫ですよ。ずっと。じゃあやるよ。はい。弱ってね。調子とバットね。本気ですね。はい。まあ、海賊もね、そんなに、まあ、強振でタイミング合わせれば多分大丈夫なはずです。でも海賊シュワーンって上に上がる。そうなんですね。そう、ただまあまあ そ, うでそこまでじゃない、爆速ほどじゃないんで大丈夫ですよ。爆速はやばいですよね。爆速は本当に頭おかしくなりそうですか。なんでそっちに投げたの。バカじゃないの。出た出た。なんでチームだな。めっちゃ点取られてる。おかしいだろ。もうメタルチーム強いな。メタルチーム強いな。有名名前を覚えました。まだ急行が生きてる。急行だ。イエーイ。チャレンジクリア。あの趣味許せないんですけど。まあ、あれちょっと判断ありえないですね。ありえないだろ。あれひどい判断でしたね。あれちょっと何そんなことでしょ。イライラしなきゃいけないの。くっそそんなガキでなの。なんかあるでしょ。でもなんでそう、ありますね。おおバカかってね。いや、ありますよ。点取られてるから、それ。ありますよ。そう、腹立つ。あ、中村いけるかな。いいですね。第9出た。鋼鉄千手観音が来ましたね、これ。何それ何それいや、これメタルハンサムマンっていう意味なんですよ。これ多分ね、知ってる方いるかな。コメントしてたら、知ってるよって言って。コメント強そう。コナミ感、コナミ感が来ましたね。おっと、まさかこれで試合が終わるんじゃ。まさかの、まさかの。あ、なんで。あーローマー。あーローマー。すごい、なんかどのチームもおめさんがみんな選ばれてますけど。確かに。ローマー。畑帰ってきてあー、でも打ってる。いいですね。あ、惜しい。惜しかった。いろんな気持ちがちょっと出たね。はい、まあ、とりあえず、まあ、もう成功したんで、ポイント3枚目ということでチャレンジクリアになりました。イエーイ。やった。私たちはやらなくていいってこと。やりますか。やるよ。やるの。やりますか。やるんだ。まだ嫌がってる。すげえ嫌そうだ。すげえ嫌そうだ。やるんだね。やりますか。大丈夫ですか。まあ、
せっかくなんでね、170キロをちょっと体感する感じで、ね、あんまいないんでね、多分。そう、うん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 、まあ、170出てないですけどね、調子がね、あの普通なんで、調子が絶好調だったらね、あの、そう、調子がありますよね、普通なんでね、なかなかね、170はね。そうね、最高球速に少し下がっちゃうんです。なるほど。ツーアウト一塁三塁のピンチでした。すごい実況かなり実況してくれました、ね。だいぶ知りたい知りたいところに届く感じでしたね。あ、それそれみたいな。あ、でもいいいい展開。第9投げた。ああ。なんというボンミス。なんというボンミス。部長なんか煽られてる。160キロ、バントする、バントするか、さすが得意のツーアウトからの送りバント、やべ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 、遊んでたろ、仕方、もうね、もうなんかチャレンジが達成されてるから、でもいい勝負、いい勝負してる、すごい、さすが渡り歩いて、いい勝負している、あ、来た、押し面が、押し面、あれ、ピッチャー普通、え、嘘でしょ、あ、あれ、あらあらあら、あらららら、あらららら、部長どないし、おかしいな、部長、来た方が、コンピューターが頑張ってくれた、コンピューターありがとう、もうみんなコナミ感で頑張ってくれた、メタルチームには勝ちましたが、すごい、危なかった、なんかこれで、これで、ほら打ってるよ、打ってたよね。これであれだったら、え、ホームラン打ってない、うん、これであれだったらね、うん、楓さんにまたね、またプレッシャーがでもいいよ、かかるところだった、もうクリアしたんでしょ、そう、してますからね、確保してるんで、いい、ね、してます、そうそう、みんなファーム、部長ファーム来るとまたパワーバランスが難しいからね、ちょっと急速に僕の髪が傷むっていう、やるぞ、やばい、急に来る、やばい、急に来るが、胃に来る、メタルさんの中間髪とかも胃に来る、部長無視ですよ、え、なんか言ってた、いや、もうやっぱファームファームとはね関係を断つ、全然気にしない、知らない人ですっていうあれなんで、ファーム楽しいですよね、ファームは自由なんですよ、ナイスピッチですね、いいですね、あ、しかもピッチャーちーちゃんじゃないですか、あ、いいですね、いいね、なんか、ね、まあ、すごい、なんでサードとファーストメタルさんのチーム強いですね、早いよ、さっきたよ、サードとファーストがなぜかボーナスの選手になってますね、ボーナ、早いよ、愛のない、あ、これか、おー、来た、で、ちょっと早い、はぁはぁはぁ、カウントはワンボールワンストライクです、あー、そうですね、そう、早いよ、早いよね、そうそう、ね、あー、いい、打てたよ、打てたよ、勝ちたい、お、来た、あ、来た、うちの森川と、あ、これ誰かよくなんか見たことあるなと思った森川くんが、うちの森川と誰かに似てるって言ったら森川くんしかいない、打った、うまい、いいですね、伸びるよね、変化球打った、あ、やってね、そうそう、勝ちたい、あ、頑張れ、お、勝てる勝てる、勝てる、お、勝てる、これは勝てる、点差を開ける、矢部が来た、バントする、それね、バントをしてる間にね、あのね、あのなんか来ちゃう、ツーアウトからちゃう、そうそう、ダメなの、遅れないやつ、あー、ファール、あー、ファール、あー、ファール、投げました、勝ちたい、ボール、カウントは2ボール、1ストライク、勝ち、これから4球目、バン、スローボール最近打てないよ、超スローボールとチェンジアップは厄介な、フルカウントじゃないですか、すいません、うちのセンターが、うちのセンターがすいませんね、いい守備で、すいません、すいません、ピッチャーか、ここで抑えれば、またポイズですよ、センター、あ、ない、ここ抑えれば、そう、あの、いつもなんかバントのやつ、この前のバントの時のやつだ、神 BGM ですね、これ
プですね、完全に。ナメプですか、これ。あ、どうしよう。やばい。おい、仕事湯浅さん専用 BGM で部長だけホームランなかったですね。いやーちょっと今調子悪かったな。カンペで煽られてます。調子がね、なんかずっと煽ってたんですよね部長とかって言ってたんでさっき、ね、部長とか言って、あ、すいません、そんな日もあるよ、そんな日もちょ、やめてください、やめてください、やめてください、もうやめてください、もうやめてください、これ以上月通学園パワープロ部、そろそろ下校の時間となってしまいました。はい、番組ではあなたからの投稿をお待ちしております、次回までの宿題、はい、つくも空をモチーフにした選手です。ツイッターで、もうシャープが読めなかった、シャープパワープロ部アンダーバー宿題をつけてつぶやいてください、はい、パワープロ部記録にアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今日はね、さきさんにゲストで来ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。すごい楽しかったです。